はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日は、恵方巻きを食べようという、速報かな？よもやま速報で出すのかなってことなんですけどね。本来ならね、恵方巻きの季節ですね。いや、ね、どの恵方巻き買ってきたのかな？いや、じゃあ、美味しくいただきましょう、みたいなね。いろいろ買ってきましょう。じゃあ、ね、いただいてきましょう、みたいなね。揚げ揚げなね、感じでね、やりたかったところだったんですけどね。まあ、ちょっとね、いろいろと、まあ、なんか2月入ってから、えらい、ちょっと、ドタバタしとるというか、やばい通知がいろいろ来たり、なんかツイッターは凍結した、なんか、やばい請求いっぱい来るわとかでね。なんか、ハッピーに、恵方巻きを食べてる場合じゃなくなってきてるんですけど。まあ、せっかくなんでね、まあ、ずっとね、恵方巻き特集もやってましたしね。さあ、果たしてね、何を食べるのかっていうのはね、気になるところだと思うんで、とりあえずね、買ってきたやつはね、紹介していこうと思います。で、まあ、食べてる間ね、黙々と食べて、恵方の方向いて、まあ、黙々と食べて、やっていきたいなと思うんですけどね。どこに行ってきたかというとね、結局ね、じゃじゃん。見えるかな？写真載せときます。スーパーサンシさんですね。レディーフーズ小物繁盛店ってなってますけど、これスーパーサンシさんの、ところです。に入ってる、レディーフーズだから、デリカですね。デリカがレディーフーズなんで、あそこはお寿司はね、もう一括で、なんか、水産と農産で分か、あ、で、農産じゃない、水産とデリカで分かれてないんですよね。ということでね、全部レディーフードで買ってきました。ということでね、なんか前、3年前にも、これ行ったんじゃなかったかな。大鉢マグロと三崎マグロ叩きのこだわりビフト巻きということで、マグロですね。やっぱマグロ好きなんでね、これはちょっと言っとこうかなってことでございます。1380円ね。のやつと、あとは、これも、三枝さんですね。牛焼肉ビビンバ太巻きっていうのがあったんで、あんまり写真の撮ったんで、それ載せとけばいいや。でしょ？あとはね、エビ天ですね。エビ天太巻きっていうのも、これ両方ともハーフハーフだったんで、240件、340件でね、ハーフで、だいぶ、これ安いのもあったんで、いろいろとちょっと食べてみたいなっていうのもあったんで、ハーフが結構あったんで、ハーフも買わせていただきました。まあ、これはね、マグロにガツンと食いたいんで、一つはね、一つガツンといっとこうというわけでございます。あと、帰りにね、ちょっと、ローソンちなみにちらっと寄ってみたら、紹介してたね、恵方巻き、あ、これも写真撮ったの出しとけばいいのか、恵方巻きね、ちょうどね、遠慮の塊であったんで、あ、で、30%引きになって、あ、じゃあ、もうこれもせっかくではいただいておこうかなってことでございます。まあ、もしかしたらちょっと明日に回すかもしれませんけど、まあ、まあ、多分食べれるでしょうということでね、それではね、黙々ともね、醤油もね、ここに用意してあるし、まあ、醤油とかのこれぐらいかな、ですけどね、早速ね、黙々といただいていきたいと思います。今年の恵方が、どっち？南南東やろ？南南東な。南南東ってことは、あ、ちょっとこっちか。こんなもんかな？こんなもんかな？これぐらいかな？だと思う。ですね。じゃあ。完全に横向いてる図だけどいいのかな。まあまあ、後ろにならんかっただけよしとしましょうね。じゃあ、だんだんと、まあまあ、ちょうどここら辺だろうな。ということでね。よし、じゃあ、いただいていきましょうかね。そう、本当はね、カニスエとか、他のところもね、いろいろと、ね、山彦さんとかもね、気になってたし、回りたいなーっていう気持ちはあったんですけど、ちょっとね、仕事も、時間が惜しいので、もう道もね、えらい混んできとるし、まあね、これだってもう遠慮の塊になってるぐらいですからね、っていう感じだったんでね、ちょっとそっちまで回っとる時間がねえし、戻ってね、この収録終わらしたらね、Twitter のね、その凍結のやつをね、対応しないといけませんからね。そう。とかっていうのもあってね。もう、それの通知とかわーって来とったもんで、もう。なんじゃそりゃっていうことでね。まあ、ちょっとそのあたりは、詳細は、また、それぞれ、なんか請求書どうのこうので、まあ、資金繰り関連で一本また作って、で、ツイッターのアカウント凍結とアカウント凍結でまた速報で出します。多分これの方が、そっちの方が先に出るかな、かもしれませんけどね。はあ、まあ、そのあたりもね、まあ、とりあえず、飯もね、兼ねてね、早速ね、食べていきたいなと思いますよ。酒を飲まなきゃやってらんないので、酒も出しますけど。あ、ついでに、
気分ね、落ち込んでるもう一つの理由は、今日はね、楽しい恵方巻きなんでね、まあ、美味しくいただくんですけどね、明日がね、確定で地獄企画なんですよ。それは多分ちょっと先に、いや、そんなに先にはできないか。同じぐらいになるのかな。こっちの方が先だと思うけどな。多分これの次の日とかもうすぐに上がってると思うんですけど、何をやるかというと、カラカラウオですね。まあ、カラカラウオの季節が来たということで、カラカラウオ、ここは中にあるということでですね、カラカラウオを買ってきたんですよ。まあ、それはね、また詳細はね、その動画を見てもらったら分かると思うんですけどね、しかもね、カラカラウオをね、2個食うんですよ、今回。諸事情あってね、ちょっと2個食べないといけないということでね、まあ、なんて言ったらいいのかな。まあ、正直言うと、食べた動画、初めて食べた動画を出してないのか。まあ、正直まあ、辛すぎるレベルだと思うんですね。ただね、辛いの大嫌いなわけじゃないです。辛いの嫌いではないんですよ、私。ただ、なんでこれ、じゃあ明日って決まっとって落ち込んでるかっていうと、これね、私、お腹がダメなんですよね。ですので、これ、次の日休みが、確約で取れてる状態でやらないと、胃腸が完全にダウンして、多分トイレに引きこもりになるの確定なので、前回も完全にアウトでね、まあ分かってたんで、もう前日、休みの時に、次の日休みの時に行きましたけど、で、今回もね、タイミングが測ってくと、そう、うまいことというのは2週間に1日しかないんで、うまいことね、時間のマージン稼げるところがね、相当ね、しっかりと取っておかないと、本当に、仕事できなくなっちゃうレベルなんで、仕事の職種もよりますけどね、今の仕事だとね、ちょっとね、致命的にね、できなくなっちゃいますんでね、2時間ちょっとトイレにこもらせるって無理ですからね、ライン作業でね、ってことでね、そんなのもあるんで、明日は、激辛。今日はそれを忘れて、美味しいご飯いただいてみたいと思います。じゃあ、いただいてきましょう。だんだんとこっちだったな。先にちょっと喉を潤わせようとしてて。そっか、6% の方買ったの。ストロングじゃないやつ買ったから。これ 6% のやつだと意外と飲みやすいね。もう一つは多分、ストロングの方だ。ドライのやつだから。あれ、ローソンってドライのやつって、白色の 6% のやつが置いてあるってことを置いてるところでもね、9% はほぼね、核で置いてありますけどね。不思議ですね。黙々と食べないといけませんからね。さあ、まあ、食ってる時くらいは嫌なことを忘れて食べます。いただきます。いただきます。1本食べ終わったら喋っていいよね。さすがにこれ全部食べるまで無言だとあれですもんね。とりあえずこれをいただいてきます。すげえ、いいですね。18センチ、やっぱ分厚いね。あれ、一応比べとくと、これがハーフね、9センチのやつで、で、比べるとかなりね、なるちょうど半分やし。これはハーフじゃなくて13センチで、ちょっとやっぱでかいですよね。スーパーのハーフよりはやっぱ大きいし。分厚さはやっぱ、ちゃっとありますね。こういう感じになってますね。なるほど。そう、ローソンさんが一番幅広くね、できてましたもんね。この辺りとかもね、結構、ちょっと重たいし。やっぱ、恵方巻きがいっぱい売っとった、アイテムとして、並べてあるのはやっぱいいですよね。よし。そう、そう、実はちょうどスーパーさんは、ちょうど伝統的なこの恵方巻きが売り切れちゃってたんですよね。小物のところがね。なもんでね。オリバーソートあったみたいなんですけど、やっぱし、とにかく、まあ、アイテムとか、そのあたりはね、来週かな、週明けぐらいになってるかな、4つ目で、また、そのあたり、チラシのデータとかも入手しましたんで、また、3週は3週、後日だみたいな感じでね、作ろうと思ってますんでね、よろしくお願いいたしますよ。まあ、まずはね、食べなきゃ始まりましたからね。じゃあ、いただきます。これは楽しみだったのか。
うるせえ。ごちそうさまでした。ああ、うめえ。やっぱいいですね。ああ、やっぱいいですね。マグロのガッツリと合うし、やっぱあと三枝さんはね、巻き寿司作るの上手なんで、弱いとこだと、ガッチガチになっとったり、強く巻きすぎてね。それかもしくは、柔らかすぎてね、もう、つけた瞬間にボッソボッソになって、ね、したりするとかありますけど、ちゃんとね、ちょうどよくね、太巻きの形になってるんでね、このあたりはさすが三枝さん。うん。うまかった。まだね、一個なんでね。とりあえずこれで、
とりあえず、一番非常かないといけないのに、今年度、今年も生き延びれますようにだね。そこだね。大丈夫かな？本当にちゃんと生き延びれるかな？そろそろ怪しくなってきたけど。とりあえず、2月を生き延びられるかですね。そして3月を生き延びられるか。そしてちゃんと年度末を迎えられるかですね。そのあたりはまた、おいおいの動画で、そっちの方って言ったら、先にね、こういう、ツイッターのやつとかそっちの方の出すと思いますけど。いや、次何行こうかな。魚行ったし、次は肉行こうかな。牛焼肉の、ビビンバ太巻き。もうね、売りはすごいっすよ。もう、弁当なんて、いや、もう一切なしの、もう、なんだろ、エビ天系で一体何アイテムあったんだろう。エビカツと、なんかね、エビフライとエビカツが別アイテムであったんですよ。で、それぞれ単品ハーフにタルタルソースが入ってるタイプのやつと、で、それとは別に天むすのハーフみたいなやつは天満屋の方で置いてあるでしょ。で、天むす、天巻きあるでしょ。天むすと天巻き別なんですよ。で、あるんですよ。確かね、天巻きの方は大葉が入っとったり、しそになっとったりしたんだか。じゃあ、白米としそがそれぞれの2タイプであるか、そこで4タイプやろ？でしょ？で、この、今から食べるのは、買ってきたのは天つゆハーフカットってことで、天つゆのやつ、エビ天のやつか。まあ、これが一番、その、ライトかなっていうことでね。量がいっぱいありますからね。ガツンと行きたい。ね、一本でガツンと行って終わらしたいよっていうんだったら、エビフライ系の方がね、いいのかなと思ったんですけど。で、別途これは、お肉コーナーの方は、お肉コーナーの方で、こんな感じでね。ハーフやと切り口があるんですね。ビビンバ焼肉になってますね。ビビンバというか、ビビンバというかについては、またその議論も後で話そうかな。先に食べちゃいましょう。じゃあ早速いただいてみましょう。ハーフですね。値段安いのね。349円ですからね。普通に定番で置いておくでもいいんじゃないかなって感じですか。醤油つけようかな、ちょっと。じゃあ、いただきます。えほう。ごちそうさまでした。はぁ、うめぇ。先に魚食っといて正解かもしれませんね。最初ね、醤油つけましたけど、味付けめちゃくちゃしっかりとついてるんでね。もう全然そのままでの方がいいですね。
醤油つけてちょっと味が濃すぎるようになるかも。まあ多分、もともと醤油つけない前提で多分作ってますね。いい感じになってきましたね。そう、ビビンバね。ここは表記ビビンバになってましたよね。で、なんかお店によってはビビンバって言ったりしますけどね。あれどっちが正しいかっていうと、どっちも正しいなんですよね。まあまあまあ、韓国語をね、チラッと二周しとったんで、チラッとあれなんですけど、漢字で書いたとき、ハングルで書いたらわかりやすいんですけどね、ビビンバって呼ぶ人も、ビビンバって呼ぶ人も、漢字は全く一緒なんですよ。ハングルの変換ができねえから、なんか、多分どっかにイラストかなんかあると思うから、それで、ドーンとハングルのしつけますけどね。あれ、どっちだって、そこもハッピーになってないんですよね。ウィキペディアはビビンバになってるんだ。ちょっと、雑に出しますけど。ビビンバって、漢字で書くとこうなんですよ。だから、あなや、で、簡単に説明すると、まあ、漢字で言うところへみたいな感じで、こっち側にあるのが、死因を指す言葉だと思ってください。で、ここの横にある棒が母音だと思ってください。で、いうふうにすると、これの場合は P、これで P を指す音なんですね。P を指す音に、この縦棒一本は E なんですよ。これだから E と E って、こっちの、右側にちょんって出てるのがあると、これ A になるんですね。で、これが P。で、これも P。で、この、四角い、口は M です。P で、これが P、P、PI、PI で、これが M。で、最後に、これも P と A と、最後に、P できます、ね。ですから、PPAP、PPPAP か。ピピペピの意味がわかんないけど、っていう感じになるんでしょう。じゃあ、ピピン、パッ、ピピン、パッになるんじゃないのと、いうふうに、なりがちなんですけど、大事なのは、これ、韓国語の、特徴で、これ、ピーって言ったんですけど、先頭に来るときはピーになるんですよ、この音って。だけど、間に入ったときは、ですから、間に入ったときは、これが B に変わるんです。他のやつでもそうなんですけど、カルタラマパサって言って、日本語で言う、濁音のつく音ってあるじゃないですか。かーと、たー、かー、たー、あとなんだ、ば、は、ば、あ、はーですね。はーは、はーはちょっとセラブで言うと、はーは変わらないですけど、パーがばーになるっていう発想なんですよね。韓国は。で、パーと、あと何、あかさたが、は、ま、やーらは、こんなか。ここの、要は、濁音つける音のやつっていうのは、間に来たら濁音に変えるよっていうルール。だから先頭には濁音が来ないけど、間に入ったら、濁音に変えてね。ですから、か、かがとか、日々。日本語でも、日々、過ごし。ね、日っていう字を二つ並べて、日々って言うじゃないですか。あんな感じで、同じ音が連続する場合とかに日本の場合はなるんですけど、で、はーの音からの、変化があったりする。ちょっと違うか。かが、かがとかね、いう場合には、かかって言うと言いにくいもんで、かがって言った方が言いやすいじゃないですか、日本語でもね。っていうのがあったりするんですけど。で、そんな感じで、かーの、か、最初はかーって言いやすいけど、そのままかかって言うと大変やから、その場合は、かがって読むっていう感じでいくんですよ。で、これも P、B、方やで、本当は PP なんですけど、次に来るもんで、PB になるんです。PB、バっていう。だからこれも、で、ちなみに、んって言ってますけど、本来は、キムさんの、キムのムーと一緒なんで、PB、バ、バってなります。で、これが厄介なのが、表記が、ようずるということがこれですね。ビビンバと言ったり、ビビンバって言ったり、ビビンパって、ビビンパっていう場合もあるっていうのは、その、結局、んからバになるんで、んばになるんで、音が、パーになりやすくなるってなる。
ですよね。で、ちなみに、バーって伸ばさないですね。これ、ここに P が来てるんで、バッて、バッ、ビッ、ピビンバッっていう感じなんですね。じゃあ、なんでビビンバっていうのかっていうと、これが、最初からビビンバって単体であったら、これは韓国の人は絶対ピビンバって呼ぶんですよ。ところが、当然、前になんか文書があって、大盛りのビビンバチョコライとか、これとビビンバチョコライみたいな感じで言う場合には、前に文字が来るじゃないですか。そうすると、途中の音になるんで、これ、B って言うんですよ。っていうのがあったりします。じゃあ、絶対 B って呼ばせる方法ないのかって言ったら、あって、ちょっと正直聞かれるとね、なんて言ったらいい、なんか、横にピッピッピッってしたようなやつで、間に来ても、バカトーンとかって言うんですけど、あれ即音、即音は、ピッの方やな。同じ字を、高音を二つ書くと、ちょうどアルファベットの、T を二つ書くような感じとか、P を二つ書くような感じになって、そうすると、小さい通にの代わりになったりするんですけど、そうじゃなくて、P に変える場合はバカトーンって言って、ちょっとまた表記が変わるのがあるんですけど、横棒一本増えるようなイメージ。うん。P、あ、P はちょっと横棒が増えるのとちょっと違うけど、なんか、縦横に、立つっていう字の上のちょんがないような感じのやつになりますね。うん。っていうのなんで、表記がブレるっていうのはここなんですよね。音が、もともと間に来るかどうかで、分けるっていう、独特の習性があるので、そんな兼ね合いでっていうことなんですよね。なんてことをね。どっかで見たことあったかな。さあ、そんなことに思いを馳せながら、まだまだ食えますからね。次、エビ天食おうかな。じゃあ、次はエビ天行ってみましょう。これ食べたら、この動画再生、繊細してくれいかんから絶対無理やな。うん、わかってるけど。美味しいの食べるっていうのもね、そういう日もあってもいいじゃないか。エビ天ダブルで入ってるんですね。すげえな。あ、1個じゃないんだ。2個が入ってんだ。すげえ。めっちゃ高級やん。これだって2本入って249円ですからね。安いよね。うん。普通に安いじゃん。これは天つゆついてるってなったら、一応最初ちょっと醤油つけようかな。せっかくあるし。早速いただいていきます。だんだんと、こう。いただきます。ごちそうさまでした。いいですね。うん。なるほどな。あれ、2本ってなっとったら、あれですね。多分、両サイドがこう来とって、ちょうど連結部のとこだったってことでしょうね。で、そっか、真ん中で切ってるから、ちょうど連結部ができてっていう感じですね。だから、1.5 本みたいな感じになってるのかな。いいですね。まあ、でも十分入ってますよね。うん。食べ応えもしっかりあるし。
で、つゆが、最初ね、食べてるところとか、つゆある感じかなと思ったけど、二口目のところより、三口目のところにちょっと、あれですね、しっかりと入ってる感じやったんで、で最初、あれ、つけた方がいいかなと思ったけど、結局、麺つけやでも、結局トータルはちゃんと天つゆの味しましたね。大丈夫でした。うん。なるほどな。いやー、うめえな。いいですね。まあ、3本分の服。まあ、実質2本分ですけど、これね、服もあるし。で、こっちはね、最後にじゃあね、オーソドックスな恵方巻き。これではローソンさんですけどね、これも食べて締めに行きましょう。全然食べれるわ。うん。余裕ですね。じゃあね。お父さんは、あ、そっか。セントラル加工ですよね。どこで作ってる？日本うっかり小牧工場。小牧で作ってるんですね。なるほどな。東海地方は多分、東海三県は、ここでセントラル工場でかな。やっぱセントラルですね。そんな感じないでしょうね。うん。その大きさが、どうのこうのみたいな、やっぱそのセントラル工場。まあ、その県内作っとったら、エフェクトになりますからね。コンビニでやろうとしたらちょっと大変ですもんね。ですんで、まあ、両端もね、しっかりと揃っておる感じで、まあ、多分セントラルパート作ったのをこうやってる感じなんでしょうね。まあ、でも、重さって、あと重みがありますわ。やっぱ、毛がしっかりとありますもんね。よし。じゃあ、早速。まあ、やっぱね、恵方巻きたるものね、このクラシカルなね、恵方巻きやっぱ食べないと始まりませんからね。じゃあ、いただいていきましょう。実は 30% くらいだったんですよね。最初だけちょっとそれをつけようかな。いただきます。なんなんと。
よし、ごちそうさまでした。よし。うまかったですね。具材たっぷりでしたね。そう、結構、桜でんぶもしっかりと端まで入っとったんで、ちょっとすいません、こぼしちゃったんでね。今、拾ってましたけど。うまいね。うん。思った以上にちゃんと具材がしっかりと入っとったんで、美味しかったですし。でも味もしっかりとついてますけど、卵とかが結構分厚いのがドンと入っとった。スタンダードのやつだったんですけどね、ちゃんと入っとったんで、意外と醤油つけてもそれはそれで美味しくいただけるんで、あ、これもこれで味だなってことで。美味しかったですね。あ、なんかなかうまいな。なるほどね。しっかりと食べ応えもあったし、山田さんなんでね、4本食べてるんで、本当にお前、ボリューム感感じとるのかって言われるかもしれませんけど、ちゃんとボリュームありますからね。うん。多分女性だったら本当これ1本でいいわ。18センチだと多分、女性の方とかね、あんまり食の細い方だと、あれだと思いますんで、まあ、山田さんとね、比較対象にするには良くないんでね、このあたり。ということで、よろしくいただきました。さあ、これね、多分、登録者もね、爆飲みするはずだし、あれですね、登録者もね、増えるはずだし、再生数も増えるはずやし、収益化も達成できるね、達成できるはずやし、多分今年度生き延びれると思うんで、頑張ります。とか頑張られると、詳細はまた後々の動画で撮っていきます。うん。ということでね。まあ結構ね、茶化した感じで言ってますけど、結構シャレにならんぐらいやばいんでね、そのあたりはまたおじおじとやっていきたいと思います。まあとりあえず、これで服来るはずなんで、大丈夫だと思ってるんで、っていうかね、神頼みしかもう残ってねえんだよ。よし、なんだ、とっとでも買うか。よし、以上です。ご視聴ありがとうございました。とっとで10万当てるしかないか。